こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では冬のミニマリストが持つべき服ベスト6ユニクロ編ということで動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ、この YouTube チャンネルを見ていただいている方の中にはですね、なるべく服にはお金をかけたくないだとか、なるべくですね服の量は少なく過ごしたいという方決して少なくないかなと思うんですね。ここ数年はですね、ミニマリストという言葉がだいぶメジャーになってきたかなと思うんですが、限られた服の数だけでなるべくですねコンパクトにファッションを着回したいという方も結構ですね最近は増えているように思うんですね。ただ僕自身はですね、結構ミニマリストとはですね真逆の生活をしてまして、仕事柄いろんな服を買うわけですね。ですのでついつい服がですね溢れてしまうんですが、個人的にはですね結構少ない数の服で着回すというのはですねかなり好きなんですね。ということで今回は、僕自身がもしもミニマリストだったらこの6点だけは欠かせないというものをですねユニクロ縛りで選んでみましたので、ぜひですねシンプルなファッションを楽しみたい方には最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。ちなみに今回ご紹介する6点に関しましては基本的にはですね現在のユニクロで買えるものが多いんですが、ただその中にもですね数点は昨年のものも入っていたりするので、そういったものはですね今年のアイテムだったらこれに置き換えておくといいよという形でちゃんとご紹介しますので、ぜひお楽しみいただければなというふうに思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなというふうに思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですね具体的なアイテムを一つずつ解説したいなと思ってるんですが、まずはですね一番ベースになる着こなしから解説したいなと思ってるんですが、1点目のアイテムはこちらですね、プラス J のスタンドカラーシャツですね。これはですね昨年購入したもので、色はですねオリーブなんですけども、今季もですねこの色はないんですけども、ダークグレーだとかあとはベージュですね、その2つが良かったので、どちらかで対応してもらうといいかなと思うんですが、このプラス J のスタンドカラーシャツすごくいいんですね。僕が今着てるオリーブ色はですね、汚れがまず気になりにくいというところ、そこもですねすごく使いやすいんですね。同じくダークグレーもそこまで汚れが気にならないので使い勝手がいいかなと思うんですが、サイズもですね程よくゆったりなので、この下にですねヒートテックだとかインナー類をですね結構着込みやすいんですね。ですのであまりタイトなシャツよりはこういったちょっとラフなシャツが1枚あると適度に小綺麗に見せることもできるので、すごく便利かなと思ってます。今回はですねこのシャツの上にいろいろと着込んでいくわけなんですが、シャツというのはですね小綺麗に見えるんですけど、このスタンドカラーというところで襟がコンパクトなので割とですね重ね着に向いてるんですね。ですのでこのシャツ1枚あるとすごく便利なので、ぜひ皆さん現行のプラス J のものでいいかなと思うので、こちらはゲットしていただくといいかなと思ってます。もちろんですねユニクロの通常ラインにもスタンドカラーシャツあるんですが、やっぱりですねちょっとひとひねりあるこのデザインがすごくしっくりくるので、なるべくですねミニマリスト的にファッションを楽しみたいのであれば、これぐらいのですねひねり感というのはすごくバランスがいいかなと思うので、これはぜひですね来年はやっていないのでプラス J で抑えていただければなというふうに思ってます。続いてこのまま2点目も行きたいなと思ってるんですが、ボトムスですね。これはですね僕はもうブラック系のスラックス調のものがもう最強だなと思ってまして、コーディネートどれにも合うというのが最強かなと思ってるんですが、こういったブラック系の、僕が今履いてるのはですねユニクロ U のブラックのですねレギュラーフィットのテーパード型なんですね。程よくですねゆとりがありつつも膝から下にかけてはテーパードが効いてるというような、こういった少し緩めのパンツというのはすごく使い勝手がいいんですね。これはちょっと現行では売ってないんですが、同じくプラス J でもですねこういったシルエットのボトムスが売ってますので、そちらで代用してもらうか、もしくはですね僕の動画の中で散々出てきていますスマートアンクルパンツですね、ユニクロの定番のもの、こちらでも良いかなと思います。僕が今履いてるものよりはシルエットは少し細身になりますが、それでももも周りだとかお尻周りには適度にゆとりがありつつもテーパードは効いていて、膝から下がスッキリというところで、これまた使い勝手がいいですね。実はブラックデニムとかジーンズ系の細いものよりも意外とこういったスラックス系のものの方が足と生地との間にゆとりがあって着込んだりすることもできるし、動きもしやすいんですよね。
ですので僕はデニムよりもこういったスラックスの方がよく履くんですが、まあこういったものをですね、着こなしの軸にするとめちゃくちゃ便利かなと思うので、ブラック系のパンツ、しかもスラックス系のものはぜひ持っておいていただきたいなというふうに思っています。まあ、ちなみにですね、ちょっと足元なんですけども、ここはユニクロではなかなか揃えるのは難しいので、今回僕が履いてるのは、ニューバランスのグレーのスニーカーですね。これが一足あれば結構ですね、今日の着こなし、どれにも合うので使い勝手がいいかなと思います。まあ、スニーカーにも旬なものがありまして、その時々でトレンドのものが変わるんですが、最近はニューバランスがかなり旬になっていまして、特にこういったグレー系のものというのは、結構ですね、今日の着こなしに合いやすいですし、着こなしの中にですね、暗すぎないというところですごくですね、ちょうどいいんですよね。しかも圧倒的に履きやすいので、もしスニーカーを買うのであれば、ニューバランス系のグレーのスニーカーなんかはすごく使い勝手がいいかなと思うので、今日のミニマリスト的な着こなしの一つの制服として頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、今僕が着ているこちらはニットですね。今季のユニクロ U のモックネックのですね、少し襟が高めになっているセーターなんですが、こちらのダークグレーを今回は着ています。まあ、このようなニットというのは秋冬の定番アイテムで1着あるとあったかいですし、綺麗めに見せることができるので、すごく便利なアイテムかなと思ってます。まあ、色に関してはですね、ホワイトだとかオフホワイトのようなちょっと明るめのものを選びたい気持ちもあるんですが、まあ、ミニマリスト的に選ぶのであれば、汚れが気にならないということがすごく重要になってくるので、色は濃いものを選択してあげるとすごく便利かなというふうに思ってます。今はですね、先ほどのスタンドカラーのシャツの上にですね、こちらを重ねているんですが、結構ですね、このようなスタンドカラーのシャツと丸首のニット、もしくはモックネックのニットはですね、相性がいいんですね。重ねてあげると少しだけ襟元からですね、スタンドカラーが見えたりだとか、あとはその部分からもシャツが見えるので、これが着こなしの一つのアクセントになりますし、まあ面白みとして感じられるかなと思うので、このようなレイヤーを組むにはですね、すごく便利かなと思ってます。そして結構大事なのはニットの厚みなんですね。薄いハイゲージのものだとちょっと真冬になると寒いなと思いますし、厚すぎるローゲージのものもですね、意外と重ね着がしにくかったりするので、個人的には中肉厚のこれぐらいが一番使い勝手がいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、ユニクロ U のモックネックもそうですし、あとはミラノリブのニットなんかも中肉厚なので、こういったものを選んでもらえば間違いなく使い勝手がいいかなと思うので、重ね着の一部としてですね、こういったニットはですね、まず間違いなく必要なので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、僕が今着ているこちらのですね、ダウンですね。今季のユニクロとホワイトマウンテニアリングのウルトラライトダウンですね。これがめちゃくちゃ完成度が高くて、僕も日頃から着てるんですが、まあ色はですね、鉄板のブラックなんかもいいんですが、ちょっとですね、今までブラックとかグレー系が多かったので、今回はですね、オリーブ色を選びました。まあ一番下に着ているですね、シャツもオリーブ色なんですが、それに比べるとちょっと明るめで、着こなしのですね、一つのアクセントになるかなと思ってます。まあこのアイテムというのは結構使い勝手が良くて、一番外側にアウター的に使うのもいいかなと思うんですが、それだけではなくて、この上にですね、コートを羽織っても、インナーダウンとしても使えるんですね。ですので、こういった中間に着れるようなウルトラライトダウンは、めちゃくちゃあると便利かなと思います。で、襟元もですね、これはスッキリとしている丸首になっているので、その点ですね、重ね着もしやすいんですね。これはですね、結構早い段階で売り切れてしまうと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなというふうに思っています。ちなみにですね、僕はこのユニクロの中ではホワイトマウンテニアリングのコラボレーションを着てますが、日常的にはですね、こちら最近めちゃくちゃ気に入ってよく着てるんですが、ノースフェイスパープルレベルとグリーンレベルのコラボレーションのモデルですね。これまたですね、最高に良かったんですね。まあ、生地感としてもそんなに厚みがなくて、アウター的に着るのもいいかなと思いますし、結構重ね着がしやすいんですね。色もブラックなので、アウターとして使う時にはよりですね、シャープに締まるので、これがですね、個人的には今シーズンめちゃくちゃ気に入っているですね、アイテムの一つかなというふうに思ってます。そしてこの上にですね、今度着てみたいなと思ってるのがですね、これは去年のものになるんですが、ユニクロ U のフーデッドパーカーですね。これをですね、ちょっとこの上に羽織ってみたいと思います。はい、ということで羽織ってみました。5点目はこちらのですね、ユニクロ U のフーデッドパーカーですね。
これまたですね、めちゃくちゃ使い勝手が良くて、昨年からガンガンですね、活用してるんですね。まあ、生地自体は正直薄いんですよ。なのでこれ自体にものすごい防寒性があるかというと、そんなことはないんですが、まあ、今回の着こなしのように内側を着込めばですね、結構これだけでも冬場でもですね、ある程度の寒さはしのぐことができるかなと思ってます。このようにちょっと着丈が長いコートが着こなしの中に加わると、大人っぽさみたいな部分がですね、少し漂うので、一個あると便利なのかなと思います。これはですね、シワとか汚れも気になりづらいので、そういった意味でも使いやすいんですね。あくまで重ね着の一部として、こういったコートを持っておくとすごく便利かなと思います。ただこれがですね、現行では売っていないので、じゃあどのようなもので対応すればいいかというと、今季のプラス J のですね、ステンカラーコートだとか、そういったものでもいいかなと思います。もう少しこちらのフーデッドコートよりは綺麗めになるんですが、大人の男性であればそういったもので使っていただくのもいいかなと思いますし、あとはユニクロ U のステンカラーコートなんかもいいかなと思うので、そのあたりの丈の長いコートを1枚持っておくと、冬場でもすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、続いてラスト6点目はですね、こちら。ユニクロとホワイトマウンティニアリングのコラボダウンですね。これがあれば冬はですね、もう完結ですね。まあ先ほどまでのフーデッドパーカーだとか、ステンカラーコートのような、薄くて着丈の長いようなコートも、一着あるとすごく便利なんですけども、さすがにですね、1月後半から2月は寒いかなと思うので、ダウンが必ず必要になるかなと思うんですね。まあそんな時に今回コラボレーションしているホワイトマウンティニアリングのダウンですね。これがやっぱりですね、完成度が高いかなと思ってます。まあ、プラス J のですね、ダウンもいいんですが、こちらの方が少しスポーティーな感じがしまして、個人的にはですね、もっと気軽に着やすいかなと思ってます。ですので、綺麗めに振りたい方は、プラス J がいいかなと思いますし、少しアクティブに過ごしたい方は、こちらのホワイトマウンティニアリングのコラボがいいかなと思うので、そのあたりはですね、人によって使い分けていただくといいんじゃないかなと思ってます。まあ、先ほどはですね、インナーダウンとかを着てましたが、さすがにですね、ダウンを羽織る場合には、内側はシャツを着て、あとはニットを着て、これぐらいの重ね着の上に着るぐらいで、ちょうどいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、ハイブリッドダウンということで、そこまでですね、厚みもないですし、がっつりあったかいという形ではないかなと思うんですが、意外とですね、電車に乗ったりだとか、車に乗ったりだとか、室内で過ごすことも考えると、あんまりにもオーバースペックなダウンだと暑かったりするので、僕はこれぐらいの感じでも間違いなくですね、使い勝手がいいかなと思ってます。もし寒かったら内側を着込む形で体温調整すると便利かなと思うんですね。一番下に極暖を着たりだとか、あとはボトムスの下にスパッツだとかそういったものを履くのもいいかなと思うので、まあ内側を充実しながらですね、体温調節するといいかなと思うので、このホワイトマウンテニアリングのダウンもですね、今季しかないスペシャルなものなので、ミニマリストの一着としては、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、ミニマリストが持つべきですね、ユニクロの服ベスト6冬編ということで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。結構ですね、このミニマリストシリーズというのは季節ごとに行ってるんですが、意外とですね、見ていただいている方多いんですよね。まあ最近はですね、手軽に安くですね、いろんな服が買えるので、その結果、いろんな服が溢れ返ってしまっているという人も少なくないかなと思うんですね。まあそんな時にミニマリストの発想というものが頭の中にあるとですね、結構シンプルに着こなしがですね、構成しやすいかなと思うので、今回ご紹介したアイテムもですね、ぜひ皆さんも参考にしながら、なるべくシンプルにクローゼットの中をスッキリさせながら、日頃の着こなしを楽しんでいただきたいなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。